こんにちは、りょうです。えー、それでは今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマはこれですね。微妙です。インデックス投資で増やしてから後輩投下部投資に切り替えるのがいまいちな3つの理由と、えー、こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。えー、質問いただきました。 学長のおかげで生活が大きく変わりました。ありがとうございます。王道のインデックス投資もスタートしています。ふと気になったことがあるので質問をさせていただきました。このままインデックス投資で資産を増やしてから、年を取ったら高配当株投資に切り替えて、配当金生活をするのがいいんじゃないかと考えています。 公配当株投資がインデックス投資よりリターンが劣るのであれば、インデックス投資で資産を最大化してから公配当株投資に切り替える方が資金効率がいいのではないかと思いました。これについては学習はどう思われますかと、えー。こういう質問をいただきましたんでね、えー、答えていきたいと思いますで。結論から言うと、そのスタイルはお勧めしませんと、えー。今回いただいた内容について、同じような質問をね、もう何度かいただいてるんですね。この質問は結構多いんですね。なんで、そこでこの動画では、インデックス投資から公配当株投資への切り替えをおすすめしないと。 理由についいいいてて詳ししく解説していきたいと思います結構出口のところでも大事になってくる考え方だと思いますのでね、えー、ぜひ最後まで見ていただければと思います。えー、で、えー、解説いきたいんですけど、インデックス投資から後輩投,下部投資への切り替えをお勧めしない理由ですね、えー。理由その1と、そもそも求められる運用スキルが違うってことですね。これがまず大前提なんですね。インデックス投資はインデックス運用なんだよと。 え後輩等株投資はアクティブ運用なんだよとえここが大前提としてそもそも投資のね、えー、運用スキルとか手法が違うんですよ。インデックス投資っていうのはトピックスとか SP500 っていった指数に連動した成績を目指すんですね。インデックスファンドに投資する手法と。えー、王道のインデックス投資では、えー、下記のようなスキルは不要なんですね。えー、例えば、個別銘柄の選択スキル、えー、どの会社がいいかなとか、そういうのを選ぶスキルはいらないよと、インデックス投資においては。え投資タイミングを測るスキル。これ今が買い とかね、そういうのを測るスキル、タイミングを測るスキル、インデックス投資についてはこれも不要ですよと。じゃあ、何が重要なのかっていうと、インデックス投資においてですね、リスク許容度を把握することですね、まずですね、どれだけ損失に耐えられるかを把握することと、それからリスク許容度に基づいてアセットアロケーション、資産配分を決定することと、アセットアロケーションにはまる低コストでよく分散されたインデックスファンドを選択することと。 で、4つ目が定期的にリバランスを行うことと。インデックス投資においてはこの4つがね、えー、大事になってくるんですね。で、個別企業の業績とか財務の状態の分析なんかせずに、市場全体にまるっと投資するのがインデックス投資なんですね。だから個別銘柄の選択スキルは不要と。えー、個別銘柄の選択スキル持っておくに越したことはないんですけど、持ってたところでどうせ全体買うんだから、まああんまり関係ないってことですね。で、そして、 短期、中期的な株価はさておき、長期的には資産価格が上昇し続けるっていう前提で投資をするんで、その国とかね、人類が長期的には発展するんだっていう、世の中は右肩上がりで最終的には良くなっていくんだみたいな、そういう前提条件の下で投資をするんで、投資タイミングの分析も不要なんですね。じゃあ短期的にはこのタイミングで買った方が得じゃないか、損じゃないかっていう話はあるんですけど、短期の変動っていうのは超長期で見た場合、もうノイズ、雑音に過ぎないんだよということですね。 えつまりえ、自分がどれだけリスクを取れるかしっかり考えて、株式60%、債券30%、ゴールド10%みたいな、例えばですけど、そんな感じで資産配分を決めてで、それに適したファンドを選択して、ひたすら積み立て続けて、時々リバランス、ずれた投資割合を元に戻すってことですね。株式が多くなりすぎちゃったから、え少し債券増やそうとかね、株式減らそうとか、そういうリバランスを時々すると。これが肝になってくるんですね。でこれで、えー、市場平均っていう何は似つかわしくない、なんか市場平均って聞くといまいち ね、なんかあんまりいまいちなリターン大したことないリターンに思うように思うんですけど感じるんですけどこの言葉だけを聞くとそうじゃなくて多くの人に勝てる優秀なリターンを出すことができるっていうのがこれがインデックス投資なわけですねで市場平均に勝つのは難しいってことは多くの学術研究で明らかになってるんですねインデックス運用を上回る成績を目指す投資スタイルをアクティブ運用って呼ぶんですねで後輩当株投資っていうのはアクティブ運用なんですよ で、しかしね、大半のアクティブ運用っていうのはインデックス投資に勝てないんです。その一方で、絶対に勝てないってわけでもないっていことも事実なんですね。で、統計上、勝率が高い、ざっくり7、80%ぐらいの率で勝てるっていうのは間違いなく、そっちのインデックス運用の方が、リターンがアクティブ運用よりも良くなると。で、そのインデックスに勝ちやすい要素っていうのも、このアクティブ運用においていくつかね、研究もされてる、研究はされてるんですね。代表的なのは下記の5つと、えー、ボラティリティ、リスク量の低い銘柄群。 クオリティ、健全な財務体質を持つ企業、バリュー、割安銘柄ですねで、サイズ、小型株、モメンタム、株価が上昇基調の銘柄ということで、これらがね、インデックス投資に勝つための要素ということになってくるわけですね。もしもアクティブ運用をする場合ですけど、で例えば、低ボラティリティ、価格変動が小さい銘柄への投資は、過去10年でトピックスを上回る成績を残してるんですね。 えこのグラフのね、と、えー、りなんですけど、また止めてね、見ていただければと思うんですけど、で、後輩当株投資っていうのは、上記の要素に当てはまることが多いんですね、今話したような、モメンタムとか、サイズとか、ボラテリティクオリティバリューとかね、この辺ですね。 で後、えー、配当株しと、えー、高配当株投資っていうのはこれらの要素に当てはまる銘柄が多いと株価の変動が比較的小さく高収益、高財務で時価総額の小さな小型株で割安に放置されているみたいなね実際市場兵器を上回る成績を残せていると、えー、これらの銘柄はということになってきますねで、えー、アクティブ運用においてはインデックス投資では不要だったスキルがとても重要になってくるんですね、えー、個別銘柄の選択スキル、えー、これは必要になってくるよとどの企業がいいのかとかね、えー、そういった ものをちゃんと分析できないといけないいいととけ何でもかんでも買ってたら成功しないと失敗してしまうんですね。とか投資タイミングを測るスキル、毎月毎月ただただ積み立ててたらいいのではなくて、あこのタイミングで買おうって、ね、割安になってるから買おうって、これ投資タイミングを測るスキル、これも必要になってくると。インデックス投資で否定されている要素である銘柄選択は無駄とか、投資タイミングを測るのは無駄っていう、これらこそアクティブ運用の成否を決める重要な要素になってくるんですねで。投資家はみんな同じ世界で生きてるはずなのに、価値 価値観が随分違っていて面白いですよね。投資手法によっても全然変わってくると価値観も。後輩当株投資ってね、えー、銘柄選択と投資タイミングを間違ったらもう終了なんですよ。後輩当株投資においてはですね。 えつまり、インデックス投資をいくら続けても、後輩投,投資で必要なスキルっていうのは育たないんですね。だから、インデックス投資でまとまったお金を作る。で、そのお金を後輩投,投資に切り替えるっていうのは、ちょっと話が変わってくるよと、全然違う手法にね、一気に行くわけですから、退職金全額をいきなり株式投資に全額突っ込むハイリス工事さんと何も変わらない結果になっちゃうと。え知らないものとか不慣れなものにお金をつぎ込むことになるからですね。で根本的にインデッククス運運用用とアクティブ運用では 投資の前提とか、えー、例えば相場は読めるのかとか、いい銘柄は事前に選べるのかとか、あとやっていることとか、求められるスキルっていうのが違うんだっていうことをしっかり認識しておくべきなんですね。だから野球が上手な人がサッカーも上手とは限らないってことですね。どっちが素晴らしいかってことじゃなくって、えー、それぞれ別のことだからね、えー。野球が上手かった人がサッカー行くってなったら、それはいきなりね、全員にお勧めできるかって言うとまた違いますし、求められるスキルも違ってきますよね。そもそも違うもんなんだよってことですね。 で理由2つ目インデックスの取り崩し方法も確立されていると、えー、このインデックス投資から高配当株投資への切り替えを勧めしない理由の2つ目ですねイン,デックスインデックスの取り崩し方法も確立されていると、えー、インデックスでお金を貯めてから高配当株に切り替えたいって考える人は取り崩し方法を心配してるんだと思うんですね、えー、よくあるインデックス投資の出口戦略の話とでわざわざ高配当株投資に切り替えて配当金を狙わなくてもインデックス投資にもちゃんとね合理的な取り崩し方法っていうのがある で,す、ね、で有名なのがこの2つと毎年資産残高の4%を定率で 取り崩す方法それともう一つが、毎年引退自資産額の4%を定額で取り崩す方法と、どちらもね、4%ルールって呼ばれてます。例えば、自分のポートフォリオの期待リターンが5%だとしたら、えー、毎年4%取り崩していけば、理論上は資産が減らないんですね。えー、むしろ増えていくと。えー、毎年5%理屈上増えていくものが、毎年4%取り崩しても、理論上は資産減らないですよね。むしろ増えていく。もちろん、単年度のリターン、1年のリターンで見ると、プラス20%になったり、 マイナス15%だったりと大きくぶれるんですけど長期的には平均回帰していくってことが分かっているんで要はとにかく機械的に定率で取り崩していけば OK ってことですね、えー、これはね、えー、ウォール街のランダムウォーカーっていう結構投資のもう界隈ではすごく有名なね本、えー、あるんですけどここでも紹介されてる取り崩しの方法ですねで 定額で取り崩すっていうのは例えば引退時の資産が3000万円あるとしたらその4%に当たる120万円を毎年取り崩していく方法と普通に考えるとね25年で資産が枯渇しちゃいそうじゃないですか3000万円あるものを毎年4%取り崩していくと25年で資産が枯渇しちゃいそうなんですけどそれがそう,にそうともならないとトリニティスタディっていう研究では株式50%債券50%のポートフォリオなら96%の確率で30年もず ことが分かってるんですね場合によっては枯渇するどころか大きく増えていることもあるってことでえー、ちょっとよく分かんないなって方ねもっと詳しく知りたいってい方はこちらの動画見てほしいと思います貯めた資産を最高効率で活用する4%ルールについて解説と、まあ、貯めた資産から半永久的にお金を受け取る方法っていうね、えー、こういう動画で話してますんで参考にしてほしいかなと思います、ね、伝えたいのはわざわざインデックス運用っていう投資スタイル今までうまくいってるのに変えなくっても資産寿命をできるだけ長持ちさせながらファンドを売却し 効率的にに生活資金に監禁していくこういう方法は研究されているってことですね。わざわざインデックス投資から配当金という形にしなくっても生活に必要な分だけファンドを売れば OK と。まあもちろんね、えー、売っていくってことになるんで、配当金の場合はずっと持ち続けて、糧に入ってくるんで、それと自分のね、持ってるファンドを売っていくっていう行為になるんで、ちょっとね、心理的にとっつきにくいっていう面とか、本当にいいとかね、と、まあ、っつきにくい面があるっていうのは分かるんですけどね。それから、このインデックス投資から高配当株への切り替えを示しない理由の3つ目。 成果が出た方法を続ければいいと。投資手法って無数にあるんですよね。ずーっと言ってることなんですけど、投資に正解はないと。どんな投資手法でも稼いでる人もいれば、稼いでいない人もいるんですね。僕があ,あまり視聴者の方におすすめしないですよっていう投資手法でも、それも当然稼いでる人も一部いるんですよね、えー。誰でも同じ結果が出せるはずのインデックス投資でさえも、利益を出せないまま撤退する人もいるんですね。なんでそんなことなるのっていうと、あかん例ですけど、インデックス投資のね。えー、相場定名時に将来に自 自信が持てててななくなっっ積み立てをやめてしまったりずっとインデックスというのは積み立てていくのが大事なのに、えー、株価が落ちちゃったなんか不安になったって言ってね、えー、積み立てやめちゃったり、えー、暴落時に大損を抱えてローバ売りしてしまったり売っちゃだめなのにねずっと長期的にやっていくから短期的な値下がりとかバーゲンセールのはずなのに暴落時に売ってしまったりとかね慌ててで短期でファンドを特会引っかいしてしまったりとかこういうことをしてたら資産を増やせないわけですね。 でインデックス投資で資産をもし、えー、皆さん増やせたのであればそれが性格とか属性年収とか職業などに合っているってことですねまとまった資産額は規律ある投資を続けられた成果に他ならないわけですからなったら今までそれがうまくいってるんだからそれを継続したまま今日紹介したような規律ある取り崩しっていうのを続けた方が資産寿命を減らさずに済むと思うと成果が出ている投資スタイルをわざわざ変える必要性はないんじゃないかってことですねせっかく買ってるんだから、えー、その手法を続ければいいんじゃないかってことですねわわざ,わざ変える必要 ないですよね補足としてじゃあインデックスと後輩等株投資両方 やるっっててううののはどうなのってこれもよく聞かれるんですけど、インデックスと後輩当株の両党図鑑について、これは僕個人的には全然ありだと思います。なんなら実際僕自身もどちらもやってるんですね。インデックス投資もやってるし、後輩当株投資も両方やってるんですよ。どちらに比重を置くかっていう視点においては、インデックスファンドをコアにして、後輩当株をサテライトとしてトッピングするって、これがまあ無難といえば無難なスタイルになるかなと思います。友人のコビト株の場合は、後輩当株投資っていうのが圧倒的にメインでね、インデックス ファンドは積み立て NISA とか、いでこの範囲内でやっているってことなんで、まあ、その人次第ってことになってきますね。まあ、この辺は好みとか、まあ、能力とかね、その辺になってくるのかなと思います。で、両党使いのメリットはいくらでもあるんですね。うん、例えば、市場平均を大きく下回る可能性を回避できる。市場平均を上回る可能性も残せる。キャッシュフローも育つので、心理的に付き合いやすい。運用スキル、相場経験が身につく。 で個別株投資のおかげで、インデックス投資の良さをより深く理解できるとか、まあ、10個でも20個でも出せそうな感じですよねで。デメリットは何かっていうと、資産が爆発的には増えないことですね。インデックスも高配当株投資も期待リターンはどんぐりの背比べなんですよ。インデックスの方がまあいいとはいえね、一般的には過去の例から見るといいとはいえ、どんぐりの背比べといえば、もうどんぐりの背比べと、もう見る人が見たらほとんど誤差の範囲でね、で短期間で資産を増やしたいのであれば、リスクを取って成長株への集中投資、分散なんてしてない。 で成長株への集中投資になってくるんですよねただ、純粋に投資だけで資産を爆発的に増やした人はほとんど僕の周りにもいないんで結局何かビジネスを持ってたりとか投資だけでもギャンブル要素強くなってそこだけで生き残れた人ってまあほとんど見たことがないんで、えー、基本的にはずっと言ってる通りおすすめしませんよとで。雪だるまの芯が小さいといくら頑張ってもなかなか大きくならないんですよね。やっぱり資産って規模あの投資って規模の世界なんで雪だるまのその芯元手が大きくならないとなかなか大きくならないわけで。 なんで最初は雪だるまの芯を大きくするってことが大事だよと。ね、だからこの4つの所得をずっと話してるわけですね。最初、給与所得から、この事業所得作ろうねって言ってる部分ですね。これで、えー、投資の種線とかを作っていくんだよと。いきなりこの給与所得だけで不動産所得とか配当所得を増やそうと思っても、なかなかね、スピードが出ないということをずっと話してる部分が、えー、この辺の話になってくるかなと思います。 でね、えー、まとめいきたいんですけど若いうち投資資金が少ないうちに経験を積もうとインデックス投資でお金を増やしてから出口で後輩当株投資に切り替えるこの方法をあんまりお勧めしないっていう理由は3つあるよと。 1>, えー、1つ目が求められる運用スキルが違う2つ目インデックス投資の取り崩し方法も確立されている3つ目成果が出ている投資スタイルを続ければいいっていこの理由3つねなってきますで後輩当株投資はインデックス投資と違って、えー、投資タイミングを気にせずコツコツ定額で積み立てるっていう、えー、類のものではないんですね である程度相場を呼んで、ガッとお金を入れたり、投資金額を控えめにしたり、時には追加投資を完全にストップしたり、そういう動きが必要になってくると、インデックス投資で出口を迎えたタイミング、例えば老後などでね、老、えー、後のタイミングで、たまたま、えー、後輩投資ポートフォリオに切り替えるとして、その切り替えに適している時期、構築するのにいいタイミングとは限らないわけですね。でもし 公配当株投資にも興味があるのであれば、えー、若いうち、投資の時間を長く確保できるうちに、えー、さらに資金が少ない、アクティブ運用で見せても大、OK、けがしないうちですね、こういう状態で始めてしまって、経験を積んでいった方がいいかなと思います。幸い、インデックスと公配当株投資の両方でね、この両,党両方やることによって不都合が生じることってないですから、えー、始め方についてもこのチャンネルでね、えー、しっかり学べるようになってます。えー、例えば、暴落で大チャンス、公配当株を探そうってね、配当折り回りランキングであったり、えー、月3万円の配当金の一 こと高配当株投資の始め方ですね。 日本の方とアメリカの方と両方ね、それぞれ話してますけど、で出口にしても、配当金は配当金で永久に受け取りつつ、インデックスはインデックスで4%ルールに従って取り崩す。こういうこともできるわけですね。アレンジの幅は無限大にありますから、まあ、とにもかくにも、インデックス投資と高配当株投資っていうのは、本質的に別のことをやっているんだよっていうのを認識してほしいんですね。インデックス投資はインデックス運用、高配当株投資はアクティブ運用なんだよと。このことを理解した上で、自分に合った投資 スタイルを模索していっていただければ出口というかね、自分自身の答えというかいい結果に近づいていくんじゃないかなと思います 以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思った人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、リベダイルコミュニティやってますんで、お金にまつわる5つの力を鍛える場ですね。株式投資についてのチャットもありますし、後輩党株投資もね、インデックス投資も両方ありますんで、ぜひ有効活用してほしいと思います。であと、リベダイ書籍出ました。現在予約受付で6月19日発売です。本の内容を実践していってもらえればね、経済的自由の入り口に立てると思いますんで、動画の概要欄からリンク貼っておきますんでね、ぜひ手に取っていただきたいと思います。 てますけどね投資で大事なのはやっぱり投資の軸をぶらさないことという、えー、ことですね野球をやりに行くのに浮き輪持ってたりサッカーボール持って行ってたらおかしいわけでね、えー、穴の間グローブを持っててもおかしいんだよと、えー、ちゃんと道具の使い方とね、えー、自分の目的に合った道具の使い方が大事なわけで、えー、自分の目的を明確にして適切なね手段を、えー、選んでいくってことが、えー、大事なわけですね、えー、自分の目的がわからないっていう方も意外といらっしゃるんですよなん何のために投資するのってただただお金増やしたいとかねそれは皆さんそうなんですけどやっぱり、えー、キャッシュフローが欲しいのか 資産ののの最大化なのかかかいつ使うのかとかねやっぱり投資って人それぞれの目的とかどのぐらいの時間かけれるのかとかそういった目的とか条件によって変わってきますんで、えー、そういうのが分からないって方はぜひ、ね、価値観マップを作りましょうと人生の羅針盤ですからこの人生の羅針盤があって人生の大きな目標とか、ね、目的とか、えー、そういったものがちゃんと軸がね、えー、バシッと固まってそこからやっとね何に自分はお金を使っていくのか時間を使っていくのかとかそういったことが見えてくると思いますんで投資のね自分の一番最適な、えー、投資にも近づいていけると思います。しっかり自分の頭 で考えてて判断でききる力ね身につけていきましょう、えー、今日もまた一歩より良い人生にしていきましょう、えー。終わりたいと思います。今日もありがとうございました